ケストラとのリハーサルの前に指揮者とタイミングのチェックです。ボストンでのコンサートではベートーベンのピアノ協奏曲第5番皇帝を演奏します。辻井さんはベートーベンには特別な思いがあります。彼は晩年耳が聞こえなくなりましたが、それでも創作意欲は衰えませんでした。ハンディキャップの欠片も見せない、そんなベートーベンと自分自身に重なるものがあると言います。Fantastic. Wonderful. Wonderful. So beautiful.今回共演するロングウッド交響楽団はアマチュアのオーケストラで、メンバー全員が医師や看護師、そしてハーバード大学医学部の学生など医療関係者です。ロングウッドとはボストンにある医療学術地区の地名で、ここにオーケストラが結成されて33年、その実力はプロにも負けません。ボストン交響楽団で小澤征爾さんに指示していた指揮者のフェルドマンさん。感激しました。目が不自由だけどそれを感じさせない素晴らしいピアニストだと思います。曲に対して深い考えと抜群なリズム感を持って演奏していると感じました。そして彼の手を見るだけで奇跡を感じさせます。数多くのピアニストとこの曲を演奏してきましたが、彼の体力的なパワーもさることながら音楽的なパワーも感じさせられます。そして彼の演奏は聴いているだけで周りを幸せにしてくれます。辻井さんがリードしオーケストラを引っ張っていきます。世界的なピアニストとの共演に緊張していたメンバーも、いつの間にか全員辻井さんの音のオーラに包まれていました。オーケストラ全員が彼に崇高なものを感じました。指揮者から彼の素晴らしさはいろいろと聞いていましたが、最初はどうなるのかと少し不安でした。しかし弾き始めるとベートーベンの楽曲を完全に自分のものにしていました。彼の血の中には音楽そのものが流れていると感じました。世界の人々と音楽の感動を分かち合えるピアニストであり続けたいと願っている辻井さんにとって、プロもアマチュアも関係ないと言います。みんながこうやっぱ楽しんで演奏しているのがすごくよく伝わってきましたし、やっぱり音楽はやっぱり世界共通のものだと思いますし、本当に言葉は関係ないので、音楽で僕が伝えたいこともすごく皆さんに伝えることができたし、いつもこう音楽でなんか皆さんとこう会話してる感じがするので、やはりまたさらに本番はまたすごいいい演奏ができるんじゃないかなと思います。
今でも皆さんよく日本は大丈夫なのかとかいろいろこう心配してくださったりして、本当にいつもこう協力してくださっているので、本当にそういう意味ではこう感謝の気持ちを込めて、そしてもう大変な思いをされていらっしゃる方たちが本当にまだまだたくさんいらっしゃいますが、こうやはりこう音楽の、力を信じて少しでもこう諦めないでいただきたいという思いや祈りの気持ちを込めて今日は演奏させていただきました。あの日から間もなく5年、辻井さんは被災地への思いを込めてこれからもこの曲を弾き続けていきます。それでも生きてゆく。